皆さん、こんにちは。2021年5月に AKB48 を卒業した峯岸みなみさんは、タレントとしてバラエティ番組やステージでの MC など幅広く活動されています。今回は峯岸みなみさんの卒業理由や学歴、経歴、様々な噂についてなど調べてみました。峯岸みなみさんは AKB48 に15年半所属した史上最年長のメンバーで、2021年5月28日に AKB48 を卒業しました。当初は卒業コンサートを2020年4月に開催予定だったそうですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて延期され、発表から531日を経て約1年越しでようやく卒業コンサート「桜の咲かない春はない」が実現しています。卒業することを公表したのは2005年12月8日の劇場で、私、峯岸みなみは AKB48 を卒業しますと切り出し、劇場が静まり返る中、いつなのかなと皆さんも思ってただろうし、いつ卒業してもおかしくないタイミングではあったんですけど、ずっと悩んでいてと説明し、卒業する経緯を明かしていました。卒業後の具体的な進路は明かさずも、AKB に甘えていた部分もありますし、たくさん素敵な景色を見せてもらったので、その分ここからは自分の力で頑張って努力して、今まで見てきた景色を自分の力で一から見たり歩んだりしたいと思いますと話していました。峯岸みなみさん自身がベストな卒業のタイミングだと思われたようですね。グループでは後輩の育成に尽力するなど、後輩たちに慕われるお姉さん的存在となった峯岸みなみさんは、後輩にも理想的な卒業の形を背中で見せられたのではないでしょうか。そんな峯岸さんが AKB48 劇場において初めて卒業を発表した時、劇場が一瞬静寂に包まれました。ファンの間では有名な話で、一部メディアにも取り上げられていたので、このいわゆる無音事件をご存知の方は多いと思います。かつてAKB48 の誰かが卒業を発表しようものなら、その場は悲鳴にも似た声で満たされ、あるいは泣き崩れ、やめないでくれが連呼される、そういうものでした。なぜ峯岸さんが卒業を発表した時、劇場は静まり返り無音となったのでしょうか。 AKB48 あるいは峯岸さんご本人の人気が衰えたから、ファンも大して反応しなかったのだという意見もありますが、果たしてそうでしょうか。全盛期と比べれば確かにそういう側面があることも否めませんが、あの静寂の理由はもっと他にあるのです。具体的に言うと、あの時劇場に来ていたファンの方たちは以下のような状態だったのです。峯岸みなみの卒業に実感が湧かなかった、安堵とねぎらいの感情の方が勝ってしまったということが原因だと言われています。ここで峯岸みなみのプロフィールや経歴をご紹介します。名前、峯岸みなみ。愛称、みっちゃん。生年月日、1992年11月15日。出身地、東京都板橋区。血液型、B 型。身長、158cm。4歳からバレエを習い、6歳からヒップホップダンスを習っていた峯岸みなみさんは、ダンスにはかなり自信があったようです。そんなこともあり、憧れのモーニング娘。のオーディションに応募しますが、残念ながら落選しています。モーニング娘。の大ファンという峯岸みなみさんは、自身の SNS でも矢口真里さんと共演時の写真を投稿しています。そんな中、AKB48 オープニングメンバーオーディションの応募広告を見つけ、初めはスルーしていたそうですが、親に「何言ってるの?」秋元康って人はすごい人だよと言われ、親の反響性で AKB48 のオーディションに応募しました。7942名の応募があった狭き門でしたが、峯岸みなみさんは見事合格し、 AKB48 の1期生として芸能界で活躍することとなります。1期生は AKB48 選抜総選挙で上位7位にランクインした、神セブンと呼ばれていたメンバーの前田敦子さん、大島優子さん、高橋みなみさん、小島ひなさん、篠田麻里子さん、
板野友美さんなど豪華なメンバーがいました。そんな中、2009年から2012年までの選抜総選挙では峯岸みなみさんは選抜入りを果たしています。また小島ひなさんや高橋みなみさんとノースリーブスを結成し、9枚のシングルと1枚のアルバムをリリースするなど積極的に活動していました。2013年にはチーム4、2015年にはチーム K のキャプテンを歴任するなど一期生としてチームを引っ張ってきました。2016年には映画女子校で主演を務め、2008年にはサウス、2016年には私は私、峯岸みなみフォト&エッセイを発売しています。そんな峯岸みなみさんの最も有名なエピソードでもあるのが丸坊主謝罪動画騒動です。これは峯岸みなみさんがジェネレーションズのメンバーの白浜あらしさん宅に泊まり、部屋から出てきたところをスクープされたことが発端で、涙ながらにスキャンダルを謝罪する動画は様々な波紋を呼びました。丸坊主姿は強制された罰ではなかったそうですが、当時衝撃度が強すぎてかなり話題になっていました。この謝罪動画の中で AKB48 の第一期生として後輩に手本となるような行動を取らなければならないのに軽率な行動でしたと謝罪しています。この謝罪動画はファンからのみちゃんの誠意は十分に伝わったから動画を削除してほしいという要望を多数受け、すでに削除されています。その後研究生、新人たち研修生に降格し、ゼロから再出発することとなった峯岸みなみさんですが、これまで並々ならぬ思いでグループに在籍されてきたのでしょう。また峯岸みなみさんに逮捕の可能性があるのではという噂もあります。その噂の原因は薬物使用で逮捕されたカズマックスとの写真がスクープされたためです。写真を見る限り親密そうなので2人は付き合ってるんではという噂が流れました。そして峯岸さんもカズマックスさんと同じように薬を使用してるんではという噂が立って、このタイミングでの卒業発表だったため逮捕の噂が流れました。ただ今回はちゃんと卒業公演も実施するようなので逮捕の噂はガセでしょう。2021年5月でアイドルを卒業した峯岸みなみさんは、卒業後もファンの皆さんを身近に感じられる場所をと自身の YouTube チャンネルを開設されています。自宅のリビングでまったり撮影するなどテレビでは見られなかった素の顔を公表され話題を集めています。卒業した後もこれまでと同じような活躍をできるアイドルは一握りと言われていますが、峯岸みなみさんはバラエティ番組にも出演するなどマルチに活躍していかれることでしょう。今後も峯岸みなみさんの活躍を期待したいですね。そんな峯岸みなみさんは東京都中央区銀座に本社を置く株式会社プロダクションオギ業務提携ママ&ソンに所属しています。オギプロは芸能界の中でも大手事務所の一つで、女優の仲間由紀恵さんを筆頭に舞台系の役者が多い事務所のようですね。他にも元 AKB48 メンバーの小島ひなさん、高橋みなみさんも所属しています。同じ事務所に所属している3人は仲良しのようで、 SNS ではたびたびスリーショットが投稿されています。元 AKB48 のメンバーが所属しているのは心強いかもしれませんね。そんな峯岸みなみさんは東京都板橋区出身です。出身学校について調べてみたのでご紹介していきましょう。峯岸みなみさんは地元の板橋区高島第三中学を卒業しています。中学2年生の時に AKB48 の活動を始めた峯岸みなみさんですが、このことで最初は中学の先輩や同級生から陰口や悪口を言われたそうです。そのため峯岸みなみさんは一時中学を休みがちになり不登校になりかけましたが、祖母のなんかあったらおばあちゃんが助けてあげるから大丈夫という一言で学校に行くようになったと明かしています。おばあちゃんの心強い言葉があったことはもちろんですが、当時から峯岸みなみさんのメンタルの強さがうかがえますね。峯岸みなみさんは通信制の立志社高等学校を卒業しています。普通高校ではなく
立志社高校の通信制を選んだのは AKB48 の活動をできるだけ優先したいという思いから、通信制の高校である立志社高校を選びました。立志社高校の通信制は比較的校則も緩く、芸能活動も禁止されていないため、芸能人が多く通う高校でもあり、嵐の二宮和也さんや ABCG の塚田僚一さん、吉澤ひとみさんなどが通っていたそうです。そして高校卒業後、大学へは進学していません。いかがだったでしょうか。今回は峯岸みなみさんの卒業理由やプロフィールや学歴についてご紹介しました。アイドル卒業後、タレントとしてバラエティなどで活躍しているほか、イベントのゲスト出演など幅広く活躍しているようです。今後も新たな一歩を踏み出した峯岸みなみさんを応援していきましょう。